党の今後の選挙、皆さんの力で私たち国民民主党を育ててください。最後の最後まで私たち国民民主党、国民民主党に皆さん方のご支援を賜りますこと、そして皆さんの口から周りの方に国民民主党のお願いをしていただきますことを心からお願い申し上げまして、私愛知県連代表古川元氏のよりをお願い応答させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。愛知2区名古屋市筑田区守山区明東区で今選挙戦戦っております、古川元氏よりご挨拶をいただきました。それでは大変お待たせをいたしました、国民民主党代表玉木雄一郎よりご挨拶をいただきます。よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは、国民民主党代表玉木雄一郎です。名義にこんなにたくさんの方がお集まりいただきましてありがとうございます。私今日ね雨でびしょびしょになったんですよ。今も濡れてますが元気です。今回の衆議院選挙、この選挙をきっかけに皆さん日本変えていこうじゃありませんか。長いこと長いこと停滞して動かなかった日本を動かしていこうじゃありませんか皆さん。そしてその動かす機動力エンジンに私たち国民民主党を流してくださいよ皆さん。我々は今回の選挙手取りを増やす経済政策を掲げて戦っています。今テレビをつけて政治の選挙の番組を見ると必ず政治と金の問題、今古川さんからもあったように我々もこれは許せないんだ。国民民主党は4年前古川さんと一緒に最初15名ちっちゃなちっちゃな政党で選挙のためにもう消滅するんじゃないか、そんな心配をメディアの皆さんにもいただきながらここまでやってきました。最初2つのことを誓った。一つは選挙を政治家の就職活動にするのはやめようってこと、自分の当選のことばっかり考えて国民生活や政治家にとって柱である理念や政策を脇に置いてあっちに行ったりこっちに行ったりする、そんな姿を野党の議員も見せたから、自民党だけではなくて野党の議員や野党の政治に対しても皆さんの信頼が集まらなくなってしまったんだったら、苦しくても辛くてもまず第一に考えるのは国民生活、国民のこと、自分の次の当選や自分の生活を考えるより国民の生活を考えよう、それが私たち国民民主党の結党の理念の一つであります。でもう一つは対決より解決、政策本位でやっていこう、これが私たちの二つ目の大きな理念です。だから我々は時に与党とも交渉して、ちっちゃな政党だからね、そんなに簡単に政策実現しない、だから与党とも交渉していろんなことやってきた、それが時に与党にすり寄るとかいろんな批判もいただきましたよ。どうでもいいんだよそんなものは、1個でも2個でも国民のためになる政策が実現できたら批判は全部我々受けよう、そんな覚悟を古川元久さんとも決めてやってきたんだよ。でもそんな政策にこだわる国民民主党だからこそ、その政策推進を妨げる政治と金の問題、あるいは政治に対する不信感、許せないんだよ。そうだ、どんなにこっちが誠実に交渉したって相手が金にまみれたり、そもそも政治と金の問題が起こった後もう自分の選挙のこととか説明責任どう果たすかで頭の中がいっぱいになった、なって自民党の議員なんか政策のことなんか考えてないよ皆さん。こんなに内外に深刻で重要な問題が横たわってるのに、
自分の次の選挙どうやってマスコミを対応しようか、頭の中がそのことでいっぱいで、国民のための政策や税制を考える、そんな議員ほとんどいなくなってるんですよ皆さん。ほら、これが不幸なんですよ。だから私は先日石破さんと10分間党首討論をやらせてもらったんだけど、言ったんですよ私は石破さんに。石破さん、今政治と金の問題で政治に対する信頼が地に落ちてるけど、これは御党自民党の危機じゃないよ、日本の危機だよって言ったんですよ。そうだ、だってまともに政治家なのに与党も野党も政策のことを考えないで両方とも選挙のことばっかり考えたらどうするんですか。政治家は次の選挙のことを考えるのが仕事ではないんだ、次の世代のことを考えるのが本物の政治家じゃないですか皆さん。ほら頑張れ、情けないんだよ。ほら、いつから日本の政治はそんな情けないものになってしまったのか。今日も18歳初めて選挙権を得ましたっていう人が今日来てくれた、そして国民民主党に期待してるって言ってくれたんですよ。私はね、そんな子供たちや孫たちに誇れる政治を皆さんに見せたい、そしてそんな若い人たちが将来の自分たちがなりたい職業に政治家になりたい、そのために日本のために頑張りたい、そんなことを若い人が言ってくれるような政治を取り戻したいと思ってます。そうしないと日本はこんなに真面目に頑張る人たちたくさんいるのに、政治がその皆さんの努力に応えることができていないから、どん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 国際的にもその地位を落としていってるんですね。手取りを増やす経済政策、私たちは今回掲げてます。これはやりたいことも明確なんですよ。皆さんの頑張りに報いることができる、そんな政策や政治を作りたいんです。民間の努力でようやく30年ぶりに高い賃上げが実現するようになってきました。これは労使の努力、民間の努力の結果です。大企業では 5% を超える、中小企業でも 4%3% 高い比率になってきた。でもどうですか皆さん、豊かになったなって実感ありますか。私はね、まだないと思ってる。なぜかというと、せっかく賃金上がったのに税金と保険料で取り上げてるから、手取りがちっとも増えてないんだよこれ。だからね、そうでしょ。だから私はね、賃金給料を上げるのは基本的には民間の努力ですよ。でもできるだけ税負担を抑えたり社会保険料負担を抑えて皆さんの手取りが増やす、この政策をやるのは今度は国の努力なんですよ皆さん。民間が一生懸命頑張って賃上げをした、だったら今度は国が努力してできるだけ税負担や社会保険料負担を抑えて皆さんの手取りを増やす、これをやるべきじゃないですか皆さん。そうだ、だから私たちは所得税や消費税の減税、そして医療制度改革による社会保険料の軽減、これをしっかり掲げてます。そして今古川さんが言ったガソリン減税、そして電気代、再エネ賦課金を取るのをやめて電気代を下げよう、具体的な政策を訴えてるんですね。でもね、日本人の人、ここにいる人もそうだけど真面目なんで、いつも言われるんです、玉木さん、でも国は1000兆円の借金があってね、で大変な財政状況なんで、そんなことをしたら明日にも国が破綻するんじゃないですか、こういうことを言う人が結構いる、この中にもいるかもしれない。皆さんでもね、安心してください、吐いてますからってかね、入ってますから税収が。
今年の8月実質賃金は3ヶ月ぶりにマイナスになりました。ボーナスの効果がなくなったので、また皆さんの実質賃金マイナスになっちゃったんです。それに合わせるように消費支出、皆さんが物を買ってね、支出しているその金額も今年の8月マイナス 1.9%、 去年の8月に比べてまたマイナスになっちゃった。じゃあ問題です。国の税収、国の懐、去年の8月と今年の8月比べて、じゃあ国の税収は増えてると思いますか、減ってると思いますか。増えてるんですよ。どれぐらい増えてるか知ってる人います？ 25.8% 増えてるんですよ、1年間で。この中で1年間で年金が 25.8% 増えた人います？給料所得が1年間で 25.8% 増えた人いたら教えてください。名古屋にはいるかなと思ったんだけど、いない。今まで全国回って聞いてきたけど一人もいないんだよね。でもこれ事実を言ってます、数字を言ってます、ファクトを言ってます。国の懐は、国の税収は去年の8月、今年の8月で 25.8%、 率にして2割5分以上増えてるんですよ、皆さんね。だから私たちが言ってるのは何言ってるかというと、取りすぎた、予想したより入りすぎた税収は皆さんにお返しした方がいいと思いませんか。そうだね。いや、もちろん国の財政も健全化するのはいいんですよ。でももう来年プライマリーバランス黒字化するし、ペースが早すぎるんだよ。私たち国民民主党は、政治の役割は国の懐を豊かにすることではなくて、国民の懐を豊かにするのが先だと思ってる。いかがですか皆さん。そうだ。そうすればね、自然とそれこそ消費も活発になるし、企業物を作ったら売れるようになるし、売れたら利益が上がって、またボーナスとか給料上げよう、持続的な賃上げにつながってくるんですよ。国はよくね、好循環っていうでしょ、ぐるぐるぐる好循環が回る。でもね、好循環を切ってるのは国なんだよ。民間が努力して賃金が上がったのに、税と保険料で取り上げすぎるから、次の手取りの増加、消費の増加につながらない。好循環好循環と言っときながら、一番最初の鎖を切ってるのは国なんだよ皆さん。だから私たちは所得税の減税、一回きりじゃないよ、恒久的な所得税減税、消費税のこれは実質賃金がプラスになるまで 5% に一時的に減税しよう、そして社会保険料負担を下げようということを言ってるんですね。これやったらね、みるみる日本経済良くなるよ。やらせてもらいたいんですよ、これを国民民主党に。2つだけ具体的なことを言います。1つは、皆さん103万円の壁って聞いたことあります？これはここまでは税金かかんないんだけど、103万超えて働くとここから税金取られるのと、あと学生の皆さんいると思いますけど、これ以上超えるとお父さんお母さんの扶養に入ってるのが外れるから、お父さんお母さんの税負担が上がっちゃうんですよ。だから多分親御さんから言われてる人もいると思うけど、バイトするのはいいけどね、年間103万円にちゃんとね超えないように気をつけてねって言われてる学生いっぱいいると思う。で、あなたね、ありがとう。でもこの間大学の学費は 1.3 倍になってるの。そしてこの103万が決まったのは実は1995年、今から30年前なんですよ皆さんね。でもその1995年から今までで最低賃金、愛知県内でも 1.7 倍になってるんですよ。時給が増えた、最低賃金上がった、本当は同じだけ働けばもっと稼げるのに、103万の壁があるからわざわざ働く時間調整して103万に抑えてる人いっぱいいますよね。だから私たちはせめて最低賃金の上昇率以上、まあ上昇率ぐらいですね、この30年間で最賃は 1.7 倍になったんだったら、103万も 1.7 倍にして178万円に壁上げたいと思うんです。そうするとここまでは税金かからないで、皆さん、あとお父さんお母さんの心配もせずにもっと稼げますから、もっと働けますから、思う存分働いてください。で、これは学生とパートさんだけの話じゃないんです。私たちは所得税の控除自体を 1.7 倍にしようと思ってるんで、
ここで多分ほとんど働いてる人だと思います。皆さんの働いた所得からまずこの控除額が今までは103万でしたけど178万を引くことになるので、全ての皆さんの課税対象所得が減ります。だから全員に所得税の減税効果が恒久的に及ぶんです。いいと思いませんか皆さん。これで、これは実は日本以外の例えばアメリカとかオーストラリアはみんなやってるんです。インフレに合わせて所得税を調整して、賃上げに合わせて所得税の調整をして、皆さんの実質的な所得が減らないような工夫は各国全部やってるのに、やってないのは日本だけなんですよ皆さん。しかもね、もっと不幸なのはこういう当たり前の税制改正を言ってるのが自民党公明党言ってないよ。でも残念なことに立憲民主党も言ってないとか他の野党は言ってない、国民民主党だけなんですよ言ってるのは皆さん。だから特にサラリーマンの人は聞いてほしいのは、本当に皆さんの暮らしや生活やあるいは具体的な皆さんに関係する税制に寄り添って皆さんの手取りが具体的に増えることを提案しているのは国民民主党だけなんですよ皆さんね。だから応援してほしいんです。もう一丁言いますね。これはさっき古川さんが言ったガソリンの暫定税率ですよ。あれいつできたか知ってますか。1974年ですよ。しかも最初は法律見ました、2年間だけ増税させてくれって始まったのがガソリンの暫定税率なんです。当時ね、愛知県内もまだまだ道路整備が進んでなかったので、当時贅沢品だった車を持ってる人に2年だけちょっと増税させてくださいね、その代わりいただいたお金は道路整備にしか使いませんから約束して始めたんです。それが引っ張って引っ張って早50年ですよ。しかも道路以外にも使いまくってるんですよ今。だったら一回ね、もうこの50年前半世紀も前に作って道路を作るから最初2年だけと言って50年引っ張ったこういう税制も一回やめませんかこれ。そうすれば車乗ってる人、ガソリン入れる時のガソリンはリッター25円10銭、軽油は17円10銭、立ちどころに下がります。で、車乗ってない人も関係するのは、これね、物流コストに全部ガソリン代乗ってるんですよ。今物価高でしょ。10月からもなんか何千品目また上がったんでしょ。あれ全部ガソリン代で税金が上乗せされてるから、その高い分が全部商品価格に物流コストとして乗ってるんですよ。これやめれば物価下げられます。皆さんの暮らしをもっと楽にすることはできるんですよ皆さん。今回ね、ある意味今回の選挙の争点極めてシンプルなんですよ。それは自分の懐を豊かにしようとする政治家を選ぶのか、国民の懐を豊かにする政治家を選ぶのか、これが問われてるんですよ皆さん。私が石破さんに政策活動を聞きました。10分間、選挙にまさかね、誰に使ったか、誰に渡したか全く明らかにすることを求められず、でも1円も税金も払わない、そのお金を40億も50億も使ってまた選挙するんですか。私石破さん期待してたからね。あれもちろん玉木代表しませんって答えると思ったらしますって言ったんですよ。もう記憶にございますみたいな感じでしょね。驚きましたよ。残念だな。本当石破さん自民党を変えることを期待してたのに、石破さんが自民党を変える前に石破さん自身が変わっちゃったよね。だからやっぱり選挙で変えなきゃいけないんですよ。一部の政治家に認められたような税制上の特権、こんなものをやめましょう皆さん。そして同時に30年も前に決まった103万円の壁、30年も昔に決まったことで、実は皆さんがもっと稼げるのに、もっと豊かになれるのに、もっと手取りが増えるのに、それを妨げているような古い税制はこれも変えませんか皆さん。合わせて半世紀も前に作って2年だけよと言って増税したやつを引っ張って、道路以外にももう何に使
使ってるか分かんないような、そして何よりも今の物価高、物価の高値埋めの一つの原因となっているようなガソリンの暫定税率、これも一回皆さん廃止しようではありませんか。そのための力をどうか私たち国民民主党に与えていただきたいと思います。この愛知県内では愛知2区の古川元久さん、そして7区の木戸沙莉亜さん、そして11区の丹野みどりさんと、そして16区の福田徹さん、選挙区はそれぞれお住まいの方は彼ら彼女らの名前を書いてください。あの古川さんも一応候補者なんで、ね、皆さんお願いしますよ。あの愛知2区の方忘れないでくださいね。古川元久と書いてください。そして2枚目の投票用紙にはぜひ、これは愛知県どこでも結構です。選挙区に国民民主党の候補者いないなってよく言われるんだけど、申し訳ない、まだこのサイズなんでお金がないんですよ、なかなか建てるのにね。だから厳選して今建ててます。ただ2枚目の投票用紙は愛知県内どこでも、いや静岡県でも岐阜県でもどこでも2枚目は書けますから、略さず、これ大事なんですよ、略さず国民民主党と5文字漢字で書いてください。そうすればそれが大きな議席のアップにつながっていきます。私ね、夢があるんです。古川さんと一緒にね、法案どんどん出したいんです。そのためには21議席、前回の衆議院では11議席でも、その後ね、私たちの仲間だった岸本さんが知事に転出したり、あとなんか他の党に行った人とかいてですね、あのちょっと減っちゃって、制度交付金も減っちゃって大変なんですけど、ただね、せめて前回の11議席は最低限でも取りたいんだけど、できれば1議席でも積み上げて21議席にしたい。なんでかというと、21あれば国民民主党単独で衆議院に法案提出ができるようになるんですよ。だから私が今言ったような所得税の改革とか消費税の改革、これね全部法律変えなきゃいけないんですよ。だから法律を国民民主党単独で出せるっていうのは、政策実現にものすごい大きな力になるんです。だから皆さん、なんとかね、これから残り8日間で私たち全力で頑張りますから、この21議席法案提出ができるこの数に到達できるよう力貸してもらえませんか。特に2枚目のね、投票用紙は全国どこでも略さず国民民主党と書いていただきたいと思います。そして政治を変えていきたい、本当に変えたいと思っているんです。自民党系しかないよ。でも野党も私はこのままでいいと思ってない。批判ばっかりしてたってよくならないから、現実的で具体的な、でも自民党や公明党ではできないような政策をどんどん出していって、政治を、与党をどんどん突き上げるような、そんな建設的で具体的な国会論戦展開できるような国会に変えていきたいと思いますよ。お前の母さんデベソってお互いに相手の悪口言ったって、皆さんの年金も賃金も給料も一円も上がらないんだよ。もっと具体的に皆さんの生活を変えることができる、暮らしを良くすることができる、そんな政治に我々国民民主党が中心となって変えていきたい、そう思っています。そのためには皆さんの力が必要です。あと8日間、私たち全力で頑張りますので、今日こうして免疫で私たちの演説に耳を傾けてくれた皆さん、本当にありがとう。力貸してほしいんです。本当にね、いろんなことでお力添えいただいたり、サポートをしてくれてる皆さんにさらに何かお願いするのは本当に恐縮だし辛いんだけど、でもね、この戦いは私たちの戦いじゃないんですよ。日本をどうしていくのか、もっと言うと皆さん自身の戦いでもあるんです。私たちは本当にこの日本が好きだし、だからこそ
おかしなところは変えていきたいと思っている。我々国民民主党が目指す社会は極めてシンプルです。それは一生懸命頑張って就職して真面目に働けばちゃんと給料が増える、望めば結婚も子供を持つこともできる、そんな何気ない当たり前の幸せを誰もがしっかりと掴み取ることができる社会を取り戻したい、そう思ってます。そのためにはこの選挙を通じて私たちが1議席でも増やして新しい政治の風を起こしていきたい、そう思っています。皆さん、風は乗るもんじゃないんですよ。作るもんなんですよ。その風は私や古川さんだけでは作れないので、ここにいる皆さんと一緒にその新しい風を、未来を作る風を、新しい日本を切り開いていく、そんな爽やかな風を皆さんと一緒に起こしていきたいと思いますので、力貸してもらえませんか。何でも結構です。私たちのツイッターや YouTube、 いいねしてくれるだけでもいいです。できる人は動画切り取ってあげてください。そんなことできないなと思う人は見るだけでいいです。視聴するだけでいいです。何か一つでもできることを具体的に行っていただくことで、それが大きな風を起こす、そのうねりの大きな一票となります。どうか皆さん、今回の選挙戦、私たち本当に真剣に本当に取り組みますよ。変わる予感があります。でも予感じゃダメです。これを実感に変え、そして実現に変えていきたい、そう思っています。どうか皆さん、国民民主党、最後の最後まで皆さんのご支援賜りますことをお願い申し上げ、ここ名駅街頭一角をお借りしての国民民主党代表玉木雄一郎から皆さんへのお願いと訴えに変えたいと思います。どうぞよろしくお願いします。頑張ります。ただいまは国民民主党代表玉木雄一郎からのお願いと皆様への激励に変えさせていただきます。ありがとう。本日は長時間にわたりまして大変お待たせいたしました。また天気も不順な中、このようにたくさんの皆様にお集まりをいただきましたこと、感謝を申し上げます。愛知2区では名古屋市千種区、森山区、名東区、古川元下に全力で皆さんの熱き思いを託していただきたい。そして国民民主党2枚目の投票用紙には略さず漢字5文字、国民民主党とぜひ投票をお願い申し上げます。以上にて名駅の街頭活動を全部終わらせていただきます。しばらくだけ時間が押しますので、玉木雄一郎さん、少し、写真を一緒にさせていただきながら、あとメディアの囲み取材もあります。どうか時間の限り、あの皆さんへの対応させていただければと思います。どうもありがとうございました。